はい、今回、渋いね。渋いけどめちゃめちゃいい選手紹介しましょう。懐かしい。いたなっていうね。わかりますか皆さん。キム・ヨンゴンですよ。わかりますかキム・ヨンゴン。これ、ヨンゴン、ヨンクオンか。韓国人名前が言いにくいやな。あの今ね、あの、韓国代表のクォン・ギョンゴン、あれも言いにくいやな。これ30オーバーが次のワールドカップ、まあまあギリギリベテランわけやな。吉田麻也と一緒のベテランわけかな。でもでかいよな、186センチ。この選手ね、若くして代表に選ばれてるよね。だからロンドンオリンピックか、韓国が銀メダル、じゃあ銅メダルか、取った時の主力なんですよ。うん。だからそっからワールドカップ何回出てんの ?2014 年 ?18 年 ?22 年そうそう。で、18年と、22年か。ゴール決めてるんで。2大会連続でゴール決めてました。センターバックでね。すごいよ、やっぱり。能力高いよ。でも、ガンバではなんかいまいちゃったな。うん、やる気がなかったのかどうかわからへんけど。日本の J リーグの対応に戸惑ったのかわかんないですけど、なんか大したことなかったな。うん。確かでもデビューがね、大宮RD じゃから。F 島にも行ったんだっけな。ちょっと忘れたな。うん、で、その後ね、中国行って、中国で多分ね、広州恒大かな。広州恒大だってのかな。ちょっと飲ませたけど。そこで多分、クラブワールドカップで2位とか3位になってるのかな。うん。だからまあ、モチベーション的にね、なかなか J リーグ帰ってきてっていうのはまた難しかったのかな。うん。そう。で、その後はもう、自国のね、リーグに、韓国のリーグ、どこのチームか知りませんけども、帰って、活躍してんのかな、よくわかんないですけど。でも多分まだもう現役の韓国代表やと思うんでね。このクォン・ギョンウォンと、クォン・ギョンウォンじゃ、キム・ヨンゴンと、キム・ミンジェ。あれはやばいよね、うん。あれは多分、日本のセンターバックよりもレベル高いよ。いや、そんなことないか。日本の方が上かな、はい。っていう感じで、懐かしのね、キム・ヨン・ゴン。元気にやってる？